こんちは。こんばんは。今日はですね、新たに開業した伊都新幹線に乗車したいと思います。では待合室で新幹線が来るのを待ちたいと思います。では一旦さいなら。やばいやばい、間に合わないです。まもなく14番線の列車が発車します。駆け込み乗車はおやめください。間に合った。はや、すぐに伊都に到着してしまいそうです。1分弱で伊都駅に到着しました。新快速でも3分なのに新幹線はすごいですよね。このように今はまだ工事中です。短い動画になってしまいましたが、いかがでしたか？もしよかったら、チャンネル登録と高評価お願いします。ではまたー。